まあそうですね、実はあれ、僕フランス語も中国語もやってるんです。まあ、もちろんまあみんなほとんどの人は英語もやってると思うんですけど、だからまあ今んとこ4言語ですね。まああと古典ギリシャ語もまあ一応取ってるんで、5言語って言った方がいいんでしょうか。そんな感じでもう頭こんがらがっちゃいそうですけど。そうですね、まあドイツ語は、まあ、もちろん専門的に、まあ、やってて、まあ、もうドイツ語学科ってもう毎日のようにドイツ語をやるんですね。だからもう、まあ、結構ドイツの文化とかも知れて、まあ、面白い。で、英語はやっぱりみんなが知ってる通りも世界的にも通じる言語なんで、英語話せるとやっぱりいろんな人と、いろんな海外の友達と仲良くなれて楽しいです。フランス語はそうですね、最近まあ始めたばっかりですけど、正直結構難しいです。中国語はまあ、今はコロナのせいであんま、まあ、多くは観光客、外国人観光客は来てないですけど、一時期すごい中国人来て爆買いとかってあったじゃないですか。で、やっぱり今後中国人の観光客ってなんか増えていくと思うんですよね。で、やっぱりそういう人たちとまあ話したら面白いだろうなというか、中国人の友達がいるので、その人とも話したら面白いだろうなと思ってます。で、あとまあ古典ギリシャ語はそもそもなんですけど、今話されてないんですよね。まあ、で、しかもドイツ語とかフランス語よりももっともっと文法的にも、もう難しくて、結構 まあ苦労はしてますけど、でも逆にそれをなんか学ぼうとすると、ドイツ語とかフランス語も逆にやりやすいのかなというふうには思ってます。